アトラスラジオお便りコーナー、はい、お便りコーナーやってまいりましたよ、はい、ちょっとね、先に告知しておきたいことがありまして、はい、コロルさんの鑑定大変好評なんですけれども、ちょっとね、はい、規約に付け足しをしてほしいということなんですね。はい、はい、付け出し、はい、じゃあ、以前の、コロルさんの鑑定についてちょっと説明しますが、すべて1件5500円で、こちら5000円プラス消費税500円、文字数300文字程度の情報量、全盛鑑定1名で1件300文字程度の情報量とします。全盛の関係を見る場合は対象者の人数3人まで、全体で300文字程度の情報量で1件とします、うん、あとやっているのが守護霊鑑定と一般鑑定、禁止事項、うせもの、生死、生と死ですね、病気、犯罪、ストーカー、脅迫、因縁、たたりということはちょっと禁止させていただきます、うん、でご質問の受付は1往復までとします。はい、でこのようになっていたんですけれども、この規約に付け足し事項、前世守護霊に対することで質問はなしでお願いします。以前とは鑑定規約が変更しております。前世守護霊を見ることでそれぞれ1件になり、メッセージは基本ついてはおりません。前世守護霊は何て言っていますかは2件目になり、必ず答えてくれるとも限りませんので、普段のお悩みとして見れない規約をご覧の上お申し込みください、というふうにいただいてます。それはどういうこと？だからいろいろと、まあ、質問される方がいらっしゃるんでしょうかね。はい、でもう聞くなってことなので、なんか多分ね、コロロさん際限なく答えてあげてしまう方なのかなって思うんですね。ですのでちょっとね、制限させていただきますということじゃあそのです、ね、聞きたいことが、言いたいことがあった場合は別料金、はい、そうですね、だから追加とかね、なるんだと思うんですけれども、うん、はい、そういうことですね。今はコロロさんが何ヶ月待ち、今は何ヶ月待ちですかね。はい、30人待ちですね、うん、まだまだね、いっぱいありますけれどもね。はい、でね、必要事項1番、鑑定希望メニューですね。だから守護霊鑑定がいいのかとか、前世鑑定がいいのかとか。で、2番、ご本名、ね、お名前とかで鑑定しますので。3番ご住所で、4番メールアドレスで、こちらの方を書いて、ビンタロウ830アットマークヤフー .co.jp、 こちらの方にお申し込みください。はい、ということで、まず初っ端はコロルさんの鑑定についてお知らせしました。はい、でお便りなんですけれども、こちらですね、なんだ、ノストラダムスの大予言解読されたケンさん、うん、ケンさんのね、人となりがわかるお便りを読ませていただきますね、うん、はい、私のひふみしんじのホームページはアトラスラジオ以外は紹介していないのですが、ひふみしんじ解読で検索するとトップページ、時には1位に表示されるようになりました、うん、ということでね、ケンさんブロッコリーとかミニトマトとかなんかいっぱい送っていただきまして、うん、でそのお礼ということでいただきまして、うん、はい、長お礼ということで、はい、はい、ブロッコリーとかトマトを送ってくださったんですよ。はい、くれるんですか。はい、そうですね、くれたんですか。くれたんですよね、うん、1位に表示されるようになるとか、うん、結構すごいかな、うん、でそれをね、アトラスラジオのおかげと思ってくださっているところがまたね、嬉しいですよね。だってアトラスラジオでしか紹介しないんだよ、そう、アトラスラジオのおかげだと思いますよ。そうですか、そうですね、まあ、そうだと思います。そうだと思いますね、はい、はい、長い文章にいつもご足労かけました。朗読はとても素敵です。暗くなりがちなオカルトに元気が出ます。あ、どうも、なんかかばっていただきましてありがとうございますね、よく突っかかったりとかね、漢字の読み間違いしたりとかね、ちょっとは申し訳なかったですけれどもね、うん、はい、
で、ケンさんからね、お便り来るとき、いつもね、こう、美少女の漫画がついているファイルに入ってるんですよ。で、これ、ケンさんの趣味ってこういう趣味かなと思ってたら、やはりそのようで、美少女。ケンさん、娘とか息子いるんだよ。いるんですかね。で、美少女ファイルは、ゲーセンで500円投入ごとにもらったものです。美少女フィギュアは150体ほど飾ってあり、その時の副産物です。300体以上飾ってあるぬいぐるみ同様、かわいいに囲まれ、おじさん頑張っちゃう、ハート。元気のもと。ということで、すごいですね。あの、ここの事務所にもね、なんか綾波レイのフィギュアが飾ってあって、ね、オカルトの事務所なのにとか思ったりも。タイガーマスクの人形とか。タイガーマスクはまあ、まあ許せるけど、ね、綾波レイとか、なんだろう、何体も飾ってありますもんね。病んでるの好きなんですよ。そう、わかりますよ。先生は病んでいる人間が好きで、そういう人が集まってきちゃうんですよね、この事務所には。そう、野郎もいっぱい病んでるやつばっかり集まってきて。そうなんです。本当にびっくりするぐらいみんなね、なんか。吹き溜まりですよ。何かしら抱えてますよね。もう事務員もみんな病んでます、うん。ちょっと待って、事務員だけ的だと思いますよ。スタッフだけ、ね、スタッフがまともじゃないと本当に会社潰れると思いますよ。保坂と沢口だよね、うんうん、スタッフがあのそれ以上におかしかったんですよ。2人ともおかしかった。そうですか、はい、2人とも仲悪かったから、うん、でもね、よくね、潰れずに今まで持ちこたえたなとね、感心していますよ。潰れなかったでしょ。ね、潰れなかったですね。すごいな。潰れてもおかしくないと思いましたよ、あれと見て。あんまり詳しく言いませんが、ね、全部俺がね、全部決算を全部やったり、うん、そうですね、一人でやってた。頑張ってましたね、うん、はい、ちょっとね、じゃあお便り続けますとね、おまたの心霊写真以来、ひふみしんじ、ノストラダムスとお世話になりました。若手のオカルト YouTuber も見ましたが、日月しんじしか知らず、神の命に背き、神を語る、薄っぺらな知性を自慢。ノストラダムスも出来損ないの日本語を元にしているから、でたらめの未来ばかり語り、飽きました。まあね、若いやつらはダメだよね。あ、そうですか、そんなこと言っちゃうとね。なんか軽すぎる。あ、なんか今までの方のこうなぞっただけのとかはね、ちょっとあれで。人がやってたことをそのまま繰り返してやってるだけで、ね、うん、はい、それがいつしか自分の知識のようになってるわけよね。うん、じゃないんだってことが分かんないよね、はい、自分でもね、掘り下げていかなくてはいけないということですね。そうですね、はい、今後もアトラスラジオを拝聴しますので、6シーズン、10シーズンと頑張ってください。予言通りの兆候が見えましたら、またお便り差し上げますということでですね、応援ありがとうございますね。ケンさん、すごいなんかたくさんね、解読していただいて、もう本当にこれ解読するのも大変だし、ワープロ打ちするのと構成とかね、見直しするのもすごく大変だったろうなと思いますね。ということで、ケンさんは美少女フィギュア好きの、うん、可愛いもの好きのおじさんということが分かりました。はい、言ってた。すごい、すごいですね。美少女フィギュア150体とかね、あとぬいぐるみは300体、すごいですね、うん、どんな家なんでしょうね。ね、ちょっとね、見たい気もしますよね。写真送ってくれって。ケンさん、そうですね、その飾ってある写真とかいただけたら、また後悔してしまいますよって。なんかアトラスラジオで公開させていただきますね。茨城県警がさ、うん、なんか怪しい事件があるために、まあ、ケンさんマークされてんじゃないの。え、茨城県警から。そこまでフィギュアがあったら怪しまれるよ。怪しまれるかもしれませんね。はい、ということでね、ありがとうございました。はい、では次のお便りがですね、はい、あれ、ちょっと待った、今度はなんと霊能力者の情報というお便りが届いております。そうですか。はい、うん、はい、山口敏太郎先生、こんばんは。アトラスラジオのファンです。もうご存知かもしれませんが、すずさんとの対談をしたら面白いかと思います。誰なんだろうね、すずさん。東京在住のすずさん、地蔵のお札流しをされている方です。知らない。地蔵のお札流し、ちょっとね、調べてみます。東京在住のすずさん。あと
兵庫県加古郡稲美町のカフェ白熊の店主ママさんも霊能者で本物かと思います。相談者が毎日続々と来られており有名です。へえ、カフェ白熊の店主ママさん、ほう、ね、相談者がたくさん来られるんですね。はい、はい、余談ですが、私は近光さんとコロルさんのファンです。昨年お二人から個別鑑定を受けておりますが、ほぼお二人の鑑定結果が一致していることに大変驚きました。そうなんだ。ほう、近光さんもコロルさんも共通点は心根が優しい清き心の霊能者さんだと感じました。山口敏太郎先生のラジオを通してこのような素晴らしい霊能者の方を知れて嬉しいです。コロルさんね、俺最近気づいたのがさ、うん、はい、変態、あのコロルさんがって何ですか、いや何それそんなこと言ってますか。だって、ね、霊能力を発揮するでしょ、はい、発揮してそうなんです、はぁ、あ、霊能力の話をした後自分でえぇ、ー、やめて、ちょっとちっちゃく笑うんですよ。そんなことしてますか。自分で言ったと笑うんですよ。あ、いいじゃないですか、ね、かわいいですね、うん、そうそうそう、だからね、そうだ、自信があるんですよね、きっと。それでね、投資っていうか鑑定したことにね、どうしたんだ、うん、それでうまくできたとか思う感じですかね。ね、いいですよ。もう先生何そのハハハハハって何ですかそれ、ちょっと誇張してませんか。ちょっとこのもう目の前にいらっしゃって、なんか変態を相手にしているような気持ちになってしまう。そんなに焦んなくていいよっていうのに、うんうん、そんな、多分ね、あの降りてきたことをね、こう早く伝えようっていう、うんうんうん、ね、降りてきたことを忘れないうちに全部伝えなくちゃっていう感じですよ。そうですね、うん、いや、ね、俺はあれ聞いた時おかしくて、なんだなんですか、そういう目で見ていましたか。もっと落ち着きなさいよって思います。そうですか、ね、コロルさんいつもね、ありがとうございますね。何それもうやだな。はい、ということでですね、こちらのね、霊能力者情報がですね、兵庫県あきゃ、ちょっとダメだ、あきゃって言っちゃいましたね、今ね、ん、兵庫県明石市在住の、N、ん ?E さんかな、 N-E さんかな、はい、はい、ね、どうも情報ありがとうございます、はい、ね、これをね、ちょっと調べてみたいかなと思いますね、うんうん、はい、では次のお便りがですね、連絡してみないとね、はい、そうですよ、連絡してみなくちゃいけませんね、うん、はい、次がね、嬉しいことにね、ネタがなかったらお願いしますということでですね、お便りいただいております。はい、兵道のゆきえさん、兵道のゆきえさん、兵道ゆきさんというね、なんかいらっしゃいましたけど、兵道のゆきえさんから、兵道ゆきどうなったの、いや、元気なのかな、ね、最近なんかいろんな方が亡くなっていってるので、うん、死んだことにしてます、ね、してませんけどしてませんけどね、あのエスパー伊藤さんもね、お亡くなりになったしね、結構若く、ね、結構若くして亡くなられるとええー、って思いますよね、うん、でちょっとね、私も気がついたことが、私の家の近所、うん、私の家のすぐ近くなんですけれどもね、バギが死んでたんです、違う、あのもう4人亡くなっていまして、うん、でみんなね、60代の前半とかで亡くなられてるんですよ ね、うん、あの奥様が亡くなられたり、ご主人が亡くなられたりと、突然と、いや、あのね、病気療養とかそういうのは聞いてないんですけれども、うん、こう訃報がね、回ってくるじゃないですか、うん、見るとなんかね、62歳とか65歳とか、うん、まあ、うちの主人も60歳でしたけれど、うん、なんかあの近辺はなんか怪しいのかしらとまた思ってしまったり、ちょっとね、60代チャゲの呪いチャゲですかね、だってあんなに可愛がってあげたのにってね、という、ちょっとね、怖い話ですね、近所にまつわる。
はい、いや、それは結構意外と日本的なレベルで見ると、はい、結構これ視聴者の人に聞いてみると、はい、親戚のおじさんとか近所のおじさんとか、はい、結構60代で亡くなってるんじゃないですか。なんかね、早く亡くなる家系とかあるみたいですよね、お聞きするとね。違いますよ。何ですか？丸々ですよ。丸々って何？何？あ、え？丸々丸々？うん、丸々ってだんだん分かんなくなってきてるけど、打ったからですよ。そういうことですかね。絶対そうだよ。あら、そうですか。俺も打つもんじゃないよ。ちょっとね、謎を残しながらお便りに行きますとね。はい、駅前で本場のチャイを販売していました。寒空の下テントを張って、女性スタッフが一人、あとは全員インドの男性スタッフさんでした。隣駅に本店があるそうです。とてもまろやかなチャイでした。これから冬本番です。インドの方は元気に薄着で働いていました。恩恵に預かりたく購入しました。蜂蜜を入れたら滋養強壮薬になるし、甘くて朝から幸せになります。オカルト好きの皆様、疲れると霊に疲れるそうです。うん、それなんかよく聞きますよね。疲れるという字はね、その霊に疲れるという意味もあるということで、温かくてスパイスの入ったチャイを飲めば霊も吹き飛びそうです。お店も近いので、インドの不思議な話があったらいつか聞いてきます。それではということで、ね、写真もいただいていてで、ね、向かって右が店長さん、店長さん一番背が高い方ですかね。うん、はい。で、ね、こちら私もね、チャイ大好きなんですよ。好きなんですか？好きなんですよ、チャイ。だからなんか、この太郎ちゃんのチャイやってみましょう。チャイそのチャイですか？このチャイじゃないですか？そのチャイです。飲み物のね、皆さんはご存知かと思います。飲み物のね、太郎ちゃんは怒ったら、うん、こうほっぺを、相手のほっぺをチャイってなるよ。チャイってことかわいいですね。じゃあ私怒られ、わざと怒られて叩いてもらいましょうかね。うん、わざとね、やってもらおうかなと。そうなんです。チャイのね、味とかすごい好きでですね、チャイベースをよくね、買って牛乳で割って飲んでたりとかしますね。ベース？チャイベースってなんか売ってるんですよね。ロイヤルミルクティーベースとか。あれ薄めないと飲めないです、うん、そう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 、うん、あの牛乳とかで薄めて飲むやつなんですけれども、うん、牛乳を飲んでる。牛乳も飲みますけどね。もう自堕落なる飲み物は常に、そう、常に、ね、いろんな飲み物をね、あの常備してますよ。自堕落なのでね。そうそうそう、うん、毎日緑茶だけで過ごしなさいよ。いやいやいや、それは寂しいですよね。いや、それで、はい、下脱を目指す。下脱を目指す。なんかやっぱりちょっと甘い飲み物とかね、欲しくなってしまいますね。うん、はい。ということでね、あのインドの怖い話とかね、不思議な話もちょっとね、うん、聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。はい。で、これ、あ、場所はね、場所は別に言わなくていいのかな。このね、もう建物見てすぐにね、分かりました。これは柏です。柏のね、あのね、回転レストランっていうのがね、知りませんか？行ったことない。行ったことない。あのね、そう、松戸にもあったんですよ、回転レストラン。あの1時間くらいかな、一周、うん、ご飯食べてる間にね、一周回るので、いろんな景色が見れるんですよ。でね、松戸もね、今回転レストランやってないので、多分有楽町で交通会館かな、あの回転レストラン、銀座の景色が見れるんですよ。ああ、噂は聞いたことない。ね、回転レストランね、いいなと思います。要するに松戸の、はい、柏の話です。これはね、柏ですね、この写真見て。ね、うん、外、そこがなくってね。はい。はい、ということでですね、兵道の幸恵さん、どうもありがとうございました。はい、はい、次がですね、なんとお便りがなくなってしまいましたよ。あら。はい、あら。なんですけれどもね、またちょっと宣伝をさせていただきましょう。なんとですね、はい、1月の24日がエスカリータリエのお誕生日なんですよ。うん、で、アイムの還暦祝い生配信に続きまして、エスカリータリエのお誕生記念生配信をやります。24日の12時から。10日だとなんかお勤めされてる方もちょうど昼休みぐらいかなと思いますのでね、うん、
要するに24日の日が、はいはい、海南法師の日、ね、海南法師の日ですね。海南法師の詳しい話とか先生しますか。いや別に俺がすることないじゃあエスカリータリエに、ね、怪談師になっていただいて、はいね、海南法師の話を語ってもらうのもいいですね。でその日は出てはいけないんでしょ、はい、その日はね海に出ては海に出てはいけないとか海を見たは見てはいけないとか、うん、なんかそういう言い伝えがあるみたいですね。わっしょいわっしょいって海南法師なんかこうしてやったらいいんじゃない、うん、いやちょっと怖いそれ、それ怖いですね、いやなんかそれなんか取りつかれそうで怖いですよ、うん、なんかそういうことになりそうなの。そういうことになりそう。早瀬が言ったのいつ。でも私ちょっとわかんない、だいぶ前に配信をなんか実験をされたんですか本当に、うん、どこの番組だったかちょっと、うんうん、この日ってことは去年のことでしょ。あそうですかね。でも配信はきっとその後でしょうけどもね、うん、はい、あの、うん、だからちょっと、はい、はい、ということでね24日の12時からエスカリータリエの誕生祝い生配信やるのでね、なんか手相とかいろいろやるのかな、ちょっと楽しみにしててくださいね。はい、あとですね、あ、ちょっと日付が前になっちゃった、近光ミーティングの詳細がありましてですね、もう多分この放送されてる次の日あたりかな、1月20日に一部が開演13時からで、13時から15時、2部開演が16時30分から18時30分、アワーズルームにて、費用が、各3500円プラスワンドリンク500円ということでね、こちらの方はですね、肥後橋アワーズルームに来られない遠方の方、なかなか日程が合わないという方にもお楽しみいただけるようリモート配信いたします。録画アーカイブは2週間にわたりオンライン公開されます。はい、でこちらを概要欄の方にお申し込み先を載せておきますので、ね、まだ間に合うぞということでね、あの近光ミーティングご覧になりたい方はぜひご覧ください。はい、で次がですね、はい、今度なんとアトラスニュース先生が読めと読めということで、たった8日間だけ存在した国家、幻と呼ばれる八重山共和国、八重山ですか、沖縄のですね、はい、沖縄で3番目の規模を誇る石垣島を中心とした八重山諸島は、日本最南端の波照間島や日本最西端の、与那国島を有する島嶼群である。八重山諸島は、以南の文化の影響を強く受けているといった沖縄本島とはまた異なった独自の文化を形成していることでも知られているが、時代が降り、戦後についても本当とは異なった状況下に置かれていた。太平洋戦争終結後の当時、八重山諸島は米軍の実効支配が及んでおらず、また市長の機能も停止していた無政府状態に陥っていたため、12月、諸島住民によって自警団から始まる自治組織が設立された。この組織、八重山自治会はわずか8日間という極めて短期間ではあったが、日本国や米軍の実効支配が及ばない組織であったことから、この時期の自治会は八重山共和国とも呼ばれていた。戦後、沖縄本島は米軍の支配下に置かれていたが、他の南西の離島については米軍の進軍が遅れており、極めて混乱に陥った時期となっていた。治安の悪化や食料不足が問題となったほか、特に重大な問題となっていたのは戦争マラリアと呼ばれる感染症であった。太平洋戦争時、島民の中には台湾へ疎開する者も多かった一方で、残った人々は島内の山地へ疎開することとなった。だが当時の八重山諸島は西表島をはじめとしてマラリアの発生地域として恐れられており、諸島へ疎開した人々の多くが媒介元の浜田らか
の被害に遭い、2500人を超える死者が出たと言われている。こうした戦後無政府の状態となった八重山諸島の住民たちによって結成された八重山自治会は、治安の確保や引き上げ者の帰還促進、そしてマラリア患者への対策といった、まるで一つの国家が担うような目標が立てられたのである。マラリアは現在撲滅されている。そして自治会の結成から8日後になると、米国海軍軍政府の統治が都八重山諸島に及んだことで、海軍軍政府の樹立が宣言され、その軍政府の下で八重山市長が復活することとなった。これによって八重山自治会は解散となり、現在では幻の八重山共和国と呼ばれ語り継がれることとなった。ちなみに八重山共和国とは、これらのことを比喩して呼ばれる俗称となってはいるが、これはあくまで俗称であり、実際に当時の住民たちによって独立主権国家の宣言がなされたというわけではなく、そのような事実はない。現在一部で沖縄のローカル紙は思想的に偏っているという意見がたびたびなされているが、それらに対して八重山日報社の日刊紙八重山日報が批判を繰り広げている部分も見て取れるという。こうした点に、八重山がかつて共和国と比喩されたことにも劣らない独自の思想や体質がかつての体験の反映として現れているのではないかとも考えられているようである。はい、ということでね、八重山のね歴史になっておりますけれどもね。そうですね、日本の中で一部独立国があったということはあまり知られてないので、はいはい、で沖縄のね、はい、右寄りの人が、はい、沖縄独立をね、八重山共和国になぞらえてやろうとか言ってるんですよ。はい、でもそれは俺は間違えてると思ってる、はい、で、やっぱり沖縄は日本の一部であると、はい、いう感じですよね。そうですね。あの、星砂が取れるのは八重山でしたっけね。星砂どっかのね島だったかなと。沖縄本島ではなかったかな、じゃなかったと思うんですよね。うん、はい、ということで沖縄のお話でした。はい。はい。はい、あとですね。今ね。タロちゃんが。タロちゃんが出現しましてですね。はい、あ、ちょっとね、宣伝もうちょっとね進めさせていただきますと、はい、1月の27日にレムリア会談がありますので、ね、こちらの方もだんだん迫ってきましたね。そう、1月27日、はい、AFR 横浜でレムリア会談。これ大丈夫ですか、はい、このメンバーメンバーいいじゃないですか、そのメンバー。はい、ということでね、うちりさんというね、こう一点ね、女性の方、うん、ありがとうございます。このね、男臭い中でね、ちょっと華やかな雰囲気出してますかね、うん、はい、でレムリア会談1月27日、前売り券2800円、ね、お申し込み先がね、確かね、ニュマさんだと思うんですよ、赤田さんの。ニュマさん、ニュマさんだと思いますよ。申し込み先が、申し込み先でね、誰を応援しているかっていうのをね、書いていただければと思います。で、その応援している方にギャラがいきます。ニュマ受け付けてるの。はい、そうです。今 何人全然なんかこの直接なんかね、直接ね、各自で受けてる方もいらっしゃるそうですが、いや、これ各自に連絡しなきゃダメだよ。何人集まったって、じゃあ支給メールって、はい、これもう1回で終わりになるかもしれないから。ああ、そうですか。ちょっと残念。ちょっとね、目指していたのがですね、福岡のバリエズイのようにね、うん、あのこう自分たちで企画して自分たちで進められて、ギャラももう自分たちで全部もらっていいよっていうやつですよね。まあ、本来、うん、理想を言えばね、はい、理想なんだけどね。はい、そうなんですね。それでもう自分たちで運営できるのがね、理想ということでね、うん、先生がね、育てようとしております、うん、さあ育っていくでしょうか。このままじゃ そうがない、ね、そうがない、うん、はい。でね、あとね、エスタさんのね、エスタさんからも、ライブのお知らせが来ております。これね、2月10日このバレンタイン、ハッピーバレンタインライブということでですね、チョコで好きを伝えよう。何それ面白いですね。はい、これね、チョコで好きを伝えようよ。これ聞いた階段の好き度を1から5個のチョコで表してください。
ね、階段聞いてこの階段好きだなと思ったらチョコ、うんうん、少し好きが1個、まあ好きが2個、なかなか好きが3個、かなり好きが4個、最高に好きが5個で、チョコは用意してくださるそうですので、うん、この話が良かったなって思う人にね、チョコをね、差し上げるんですね。はい、2月10日の、土曜日15時スタートで、埼玉県比企郡時川町西平ですか、西平ですかね、時川ベースというところで、でね、なんとこちらの参加費が無料で、ドリンクとフードは別なんですけれども、うん、なんかね、すごい太っ腹な会談会ですね。チョコも用意してくれるということでね、うん、ただちょっとね、場所的にね、ちょっと遠、なんていうかね、田舎の方なのかな、うんうん、ね、車とか持ってる方とかはね、駐車場あれば行けちゃうかなと思いますね。私もね、こういうとこ行きたいのに、ちょっとね、アッシーがいたらいいなと本当に切に思ってしまいますね。なるほどね。はい、はい、あとね、もう一つ、これも埼玉怪談ベースということでですね、はい、2月、うん、2月ちょっと集中してくださいって、はい、カレンダーが来たんですね。ありがとうございます。結局議員のお母さん持って帰ったかな。ちょっと本当忘れちゃった。もう忘れましたね。はい。本当忘れちゃった。違うんですよ。写真部分だけ残してたんですけどね。うん、ということでちょっと先生だからね、はい、こちらの怪談ライブのお知らせ。うん、はい、こちらが2月24日怪談ライブボニパニック。何ですか。今宵はエグコア。いろいろとありますね、うん、埼玉県南浦和のライブ&カフェ宮内家っていうんですかね、18時スタート、うんうん、出演が、埼玉怪談ベースの4人、4人というのが藤山 F さんと柴山綾子さん、誰なんですか、千六本さんとエスタさんとお手元さん、うんうん、ね、こちらでやりますよと。でもさっきのバレンタインのやつは、はい、エスタは、はい、俺よりいい男は呼ばないよ。そんな感じですかね。絶対そうだよ。そうですか。ね、エスタさんちょっとね、面白い顔でなんか描かれてますけどね。はいはい、ということでね、いろいろと怪談会がありますよ。あ、次は次といろいろありますね。いろいろね、もう本当に頑張っていきましょうということで、うん、2月17日は、はい、パーティーですね。で、はい、一般会員は、うん、ファンクラブ会、一般は空紙の会員さんで、うん、もう、お申し込みされるときは会員ナンバーを書いてお申し込みくださいね、うん、もうね、何人か参加表明されてる方がいらっしゃいますのでね、はい、それか仕事上でうちと付き合いがある、うんうん、そうですね、仕事上でだけに絞っております、はい、絞っております。はいはい、そんな感じで終わっていきます。はい、オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブ、山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、バイバイ、はい、さようなら。